星空ガイドが語る星座とギリシャ神話。こんばんは、星空ガイドのカネさんです。7月に入り梅雨が明けると、いよいよ天の川がきれいに見えるシーズンが始まります。そこで今晩は天の川と夏の星座と題して、天の川にかかる星座についてお話しします。今回の動画では11の星座を紹介します。音声を聞くだけで星座の位置がわかるように解説するので、天気の良い星がたくさん出ている夜に屋外でこの動画を聞きながら夏の星座たちを探してみてください。天の川、こちらは7月10日午後9時関東地方の南の空です。7月初めなら午後10時頃、7月の終わりなら午後8時くらいがこれと同じくらいの位置になります。まずスマホのコンパスなどを使い南の方向を確かめましょう。暗いところで暗さに目が慣れてくると、南の地平から左上に向かい星がたくさんあってぼんやり白い天の川が見えてきます。都市部に住んでいる方の中には天の川を見たことないという方が結構いるようです。そんな方が晴れた夜郊外に出かけた時、暗いところで空にかかる天の川を見つけて驚かれることも少なくないようです。この季節天の川は南北にかけて広がっています。最初は東に傾いているアーチ状の天の川ですが、時刻とともに空高いところを通る見事なアーチへと立ち上がります。この星が川のように集まっている天の川ですが、その正体は天の川銀河の渦巻きです。なぜ渦巻きが川のように見えるかというと、渦巻きを真横から見てるからです。ちょうど目の前に蚊取り線香を置いて真横から見れば棒状に見えるのと同じ理屈ですね。私たち自身もこの天の川銀河の中にいます。そのため天の川は年間通していつでも夜空に上がってきていますが、特に夏は星が密集している天の川の中心方向が夜に見えるため、夏に見事な天の川が見えるわけです。天の川銀河の渦巻きの大きさは直径10万光年、端から端まで光の速さでも10万年かかる大きさです。ここには約2000億個の星々があると言われていて、夜空に見えている星座はこれらから作られています。天の川、英語ではミルキーウェイとかザ・ギャラクシーと言います。ミルキーウェイのミルクとは母乳のことです。ギャラクシーの語源もギリシャ語のミルクから来ています。誰の母乳かといえば、全知全能の神ゼウスの妻ヘラのものだとされ、天の川はヘラの母乳が飛び散ってできたとされています。なんで女神の母乳が空に飛び散ったか気になる人や、銀河についてもう少し詳しく知りたい人は、星空を楽しむ知識銀河と天の川の動画で詳しく説明をしているので、ぜひそちらをご覧ください。サソリ座。さて、それでは天の川の夏の星座巡りを始めましょう。まず最初の星座はサソリ座です。真南の地平線から上にたどっていくと赤い目立つ星が見つかります。これがサソリの心臓アンタレスです。その右上あたりに3つ目立つ星があり、ここはサソリの頭の部分になります。アンタレスから逆に下方向を見ていくと、時計方向にぐいっと釣り針のように曲がった星の列が見つかります。ここがサソリの下半身になります。一度形がわかるとサソリの形は大きくてわかりやすいですね。ギリシャ神話では乱暴者だった狩人オリオンを毒針で刺して殺したサソリだとされていて、そのため東の空にサソリ座が上がる季節になると、オリオン座は逃げるように西の空に沈んでいきます。初夏の星座2サソリ座の動画ではサソリ座の星々を解説しました。興味のある方はぜひこちらもご覧ください。南の冠座。では次にサソリのぐいっと曲がった尻尾の先の左あたりを探してみてください。英語の大文字の C の字にきれいに星が並んでいるのが見つかります。これが南の冠座です。見える場所がかなり地平線に近い低い位置なので、場所によっては見にくい地方もあるかもしれません。南の冠座はこの後にご紹介する伊手座の下にあるため、ケイロンの冠とか伊手の冠と呼ばれています。伊手座、サソリ座の赤い星アンタレスから左へ見て行き、先ほどの南の冠座の上のあたりに北斗七星そっくりの伏せた柄杓のような形が見つかります。これは南にあって6つの星からできていることから南斗六星と呼ばれ、伊手座の中心部になります。
伊手座はヘラクレスやアスクレピオスを教育した賢者ケイロンだとされていて、彼はケンタウルス族の一人で、下半身は馬の姿をしていて、右にあるサソリが暴れ出さないよう弓をつがえた姿になっています。伊手座は大きな星座で、南斗六星はケイロンの顎から弓の上あたりになっていて、柄杓の絵の先から下の方向に左に湾曲する形の弓と、中央部にはサソリの方向に向けられた矢を描くことができます。ケイロンの下半身は南斗六星柄杓の頭部分から下方向と左下方向へ、それぞれ前足後ろ足が伸びている形になります。伊手座は天の川銀河の中心方向になります。蛇使い座と蛇座、サソリ座の上あたりが蛇使い座と蛇座です。蛇使いが大蛇を左右に広げて持っている姿で、2つ合わせると星空で一番大きな形になります。蛇使い座は将棋の駒のような五角形に短い足が生えたような形をしていて、蛇はその将棋の駒の底辺あたりから左右横方向に伸びています。少し暗い星ばかりなので、探すときはずっと高い真上の位置にあり目立つ白い星琴座のベガを探して、サソリ座のアンタレスと琴座のベガの中央あたりを見てください。そこに目立つ星が見つかります。ここが将棋の駒の頭で、さらに下サソリ座の上のあたりにもう一つ目立つ星が見えますが、ここが将棋の駒の底辺部分になります。蛇使いは医学の神アスクレピオスの姿だと言われています。詳しくは動画初夏の星座4蛇使い座をご覧ください。盾座、さて次は盾座です。盾座は今晩探す星座の中で探す難易度が一番高い星座かもしれません。先ほどの蛇使い座から探してみましょう。蛇使い座の左側に蛇の左半分があり、そのすぐ左隣あたりに暗い星が3つ縦に並んでいるのが見えます。見つけにくい時はこの後ご紹介する獲獅座の一等星アルタイルと南斗六星を結んだ中央から右のあたりを探してみてください。盾座は珍しくギリシャ神話ではなく、17世紀オスマントルコ帝国を打ち破ったポーランド王ソビエスキーを称えてヘビリオスが設定したものです。星座の中でも実在する人物に由来する珍しい星座ですね。獲獅座、盾座の上にある目立つ星が獲獅座の一等星アルタイルです。日本では七夕の彦星として有名ですね。アルタイルを中心にして十文字に星の並びが見つかります。これをくちばしを下にして飛ぶワシの姿としてイメージしてみてください。夏の星座には2つの鳥がいます。ワシ座とこの後ご紹介する白鳥座です。どちらも夜空に大きく十文字に翼を広げています。ワシ座のワシは美少年ガニメデウスを天界にさらう際にゼウスが化けたワシの姿だと言われています。矢座と小狐座、矢座と小狐座がある場所は獲獅座とこの後ご紹介する白鳥座の間にあります。矢座は獲獅座のアルタイルの上あたりにある狭い間隔で縦に2つ並んだオレンジ色の星が目印です。ここが矢のお尻部分、矢の先は左に伸びています。岩山に張り付けにされたプロメテウスが獲獅に体をついばめて苦しむ姿を見て哀れに思ったヘラクレスが弓で獲獅を撃った時の矢だと言われています。小狐座は矢座の真上にあり、左に矢座の長さの3倍ほど左に伸びています。4等星と5等星3つでできて、中央が少し下向きにくびれた線のような形になっています。白鳥座、さて小狐座のさらに上を見ると明るい白鳥座の一等星デネブが見えています。デネブとは面取りの尻という意味で、その名の通り白鳥座の白鳥は大きく翼を広げて南へ頭を向けています。白鳥座は大きな十字に見えることから、南にある南十字に対抗して北十字とも呼ばれています。白鳥座はギリシャ神話の中ではゼウスがスパルタ王の妻レダに近づくために化けた白鳥だと言われています。琴座、白鳥座の右下あたりに見えている明るい一等星は琴座のベガです。ベガは日本では七夕の織姫で有名ですね。
ベガの下には小さなひし形状の4つの星があり、これを含め盾ごとのイメージを作っています。この盾ごとは吟遊詩人オルフェイスの盾ごとだったとされています。ベガは白鳥座のデネブ、ワシ座のアルタイルとともに夏の大三角を作っています。夏の大三角について詳しくは動画初夏の星座案内1夏の大三角をご覧ください。さて今晩は駆け足で天の川にかかる夏の星座たちを南を中心にご紹介してきました。星座の見方がわかるとなるほどうまい名前をつけたなと思う星座や、どう見たらそう見えんのかよと突っ込みたくなる星座もあったりして、ワイワイと星座を眺めるのがさらに楽しくなってきます。ぜひ晴れた夜は星座ハンターに挑戦してみてください。今晩の話はここまでです。また違うお話でお会いしましょう。星空ガイドのカネさんでした。